2018年に起きたアフリカ豚熱の大流行によって、中国の養豚業界は深刻な痛手を被りました。新たに発生した変異種は、現在のウイルスよりも感染力が強く、貿易がさらに困難になるほか、豚肉価格の高騰も招いています。イギリスのフィナンシャルタイムズは3月17日、中国のアフリカ豚熱の感染拡大を抑え込むことができなくなっており、市場は変異ウイルスの発生を非常に懸念しているため、豚の先物価格と小豚の価格が高騰していると報じました。専門家は新たな変異ウイルスは現在のウイルスよりも感染力が高いと指摘しています。現在、中国でも他のどの国でもアフリカ豚熱のワクチンの生産や販売、使用を承認していません。今年1月19日に中国農業科学院は豚熱ワクチンの研究開発がすでに臨床3期に入ったと発表しましたが、ワクチンの市場投入の見通しは立っていません。北京温英校農業技術コンサルタントのシニア顧問の朱恩新さんはメディアに対し、養豚業者の間で未承認のワクチンが広く使用されていることが突然変異によって新たなウイルスが発生する原因の一つになっていると述べています。2018年のアフリカ豚熱の大流行によって中国の養豚業界は大きな打撃を被りました。2020年に中国全土の豚肉の供給が20年ぶりの低水準まで落ち込んだ後、アナリストは新たなウイルス株によって豚肉の市場価格はさらに高騰するしかないだろうと述べています。NTT ジャパンがお伝えしました。